あれ今何時？ラクジーのおやつ。ああさすが。はい、ということでね、今回はこの2人に来てもらいました。ナナハラクのドマキとアキさんの下っ腹めっちゃ出てる。どうも、ナナです。ということでね、久しぶりかな、この3人は。久しぶりだね。久しぶりやばい、俺今日カミカミや。カミカミやん。まあ、とりあえず、この3人でね、何すると思いますか？なんだろう、この3人って言ったらなんだろう。もうこの3人でしか絶対にできない。俺ね、組み合わせいろいろ考えたの。で、もうフォローしてる人全員の中で考えたんだけど、もうこのメンツしかできん。なんだろう、踊ってみた？おっ、オッケー、踊ってみたで。ナナティンは？食べる。うわー、相手になってら。確かにできるけどね。でもそっちの前言ってないか。あれだよ、この3人と言ったらやっぱりね、ビクロ取りたいじゃん。確かにこの3人といえばね。で、だからビクロって書いてるこの3人で、どういうビクロでできてるか。3人は名前3人混ぜたらビクロって書けちゃうもんね。だってなってるよね。書けねえだろ。ビクロを取りたいと思います。イエーイ、イエーイ、頑張るぞー。はい、わけないんですよ、ナナさん。え、ね、疑っていかなきゃいけないんですよ。あ、そうなんですか。普通にビクロ取る企画今さらやると思う？ちょっと待って、普通に考えて。いや、考えてみて、ナナちゃん。でもはいはいはい、普通にこの二人いるだけでもうそれだけでいいから。あー、確かにな、アキさんやっぱいるだけで存在感ありますからね。企画なんか賞味いらないわけよ。あー、そうなんだ。はいはいはい、賞味だから言ったらビクロ取んなくてもいい。ビクロ取るのも建前。あー、確かに。うちちょっとナナ弟子に仕込んでるんで、トークの回しとか。マジですか？だからちょっと任せれば多分。アキさん、あれ、アキさん、いやー、成長が見れるみたいな。成長が見れるよ。あ、なんかちょっと用事がちょっとできたんだ。おー、待って待って待って、今集まったばっかりや。いやー、奈良さん、最近のマイブームとかありますか？アキさんのマイブームはですね、アキさんのことこうやって打つことですかね。おーわ、早くの過ぎないこれ。一番怖い。誰誰、急に座ってこんなに。あっきの知り合い、知り合いかな。あ、お疲れさんです、お疲れさんです。あ、ちょっとあいつに会ったら絶対勝つわ。一瞬で絶対じゃない。まあ、とりあえずね、決めてもらいましょう。僕はナナティンに。ならばな、ここ。いいね、オッケー、いいね。まあ、こんくらい敵がいるとこ降りないとね、俺ら3人から。そうだね、もう取り置くんじゃん、俺ら3人で大会出ちゃう。あ、大会出ちゃうのあり。じゃあビクロ取ったら俺ら組んで大会荒らすね。もういいね。そうしよう、オッケーオッケー、サムネできたのよ。まあビクロまずは取んないとね。そうだね。え、見せつけちゃっていいんですか？あ、もう全然。あ、もうそれなら、ね、結構キルポン多いね。あー、エイペックスじゃねえんだ、間違えた間違えた。違うよ。あ、大丈夫ですか？まあ一旦ナーナやられはハーカーしてる。オッケー、ストレスアッキーさんのやられはハーカー。ちょっと待って、ついて。あー、俺やられるわけにいかないから、ちょっと待って。やばい、アマチン頑張って。オッケー、2人やったよ、アマチン。ナイス、2人やった、2人やった。オッケー、やられねえ、アッキーさん。オッケー、やるね。変な怪物にやられたんですけど。怪物にならやられる、把握。オッケーオッケー、怪物にやられる。おい、大丈夫か。怪物にやられてるはずね。オッケー、なら怪物、どうも、きっと。ただの悪口や。あ、ただ悪口、ごめんね。アナルサード。おい、バッキーは、あ、いたいたいた。うわー、怪物。うわー、あ、オッケーオッケー。すごい、すごい、すごい。お前も入ってんの？うわ、大丈夫だっけ？はい、怪物や。うわ、怪物にやられたんだよ。怪物が蘇生すんなよ、お前。食べて。いいだろ、怪物は蘇生してもいいだろ。っていう感じでやっていきましょう。そうだね、オッケー。とりあえず、まあ、大体ゲームの始まりってさ、大体こういう感じでやろうみたいなのあるじゃん。そうだね、そうだね。で、次本番だよみたいな。ああ、そうだね、こういう感じね、フォートナイトって。オッケー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 。ちょっとじゃあ本気でいこっか。そろそろじゃあやりますか。そうだね。あと2人のコンビネーションとかもバチバチやってもらっていいから。あ、バチバチだよ、本当に。何年一緒にやってると思ってるか。え、何年やってるんですか？いや、もう35年ですよ。おお、年上か。すごい長い、俺らそんな仲だったっけ。そんな長いんだね。敬語使うわ。ナーナちゃんとかじゃねえじゃん、もうナーナさんじゃん。あれ？今何時？6時のおやつ。あー、さすが6時のおやつ出ました。どうしたの急に。いやいやいや、別に出るかなと思って、ちょっと今これ俺よく友達にやんだよね。今何時って言われた瞬間、6時のおやつ、うえちょっとね、向かって顔してるんだよね、いつも。いやいや、そういうのいいから何時って聞かれても、
俺何回もこれ言い続けるんだよ。いやさすが、今ちょっと試したら出るかどうか。なんかね、もうね、息吸うように出ちゃったな今。ああ、いいね、やっぱね。そりゃそうですよ、漏れ出ちゃいますよね、なんかね。もう何回言ったか分かんないもんなこれ。まあとりあえず次どこおります？次アッキー。うーん、じゃあまあオーストラリアおるよ。おー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 、この中で収めてこの画面の向こう側に収めて。あ、違う違う、これオーストラリアみたいな形してるじゃん、うん、ああそういうこと。ここ？そう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 、知的。急にオーストラリアみたいな形してるし、下の方にありますので赤道の下って考えるとこの辺は暑くなっておりますが、夏も。あ、すごく知的。海が近いのですごいサマーバケーションみたいな感じの気分になれるから。あ、すごく知的じゃん。ここはとてもよろしいと思います。何これ、すごく知的。すいません、すいません、出ちゃった。いつもの賢い俺が。急に出てる、よくないよ。ごめんごめん、なーなんかバカキャラだから俺は賢くいないといけないからさ。いやでも私が一番頭いいって申し訳ない、出ちゃったわ。あ、すいませんすいません、基礎テスト負けた人はちょっとね、なんだっけ。はい、頑張って。いやあれ手加減してやっぱ師匠に花を持たせてあげたんですよ。あ、そうな、それならいいんだけどさ。でここ降りて、うん、オッケーオッケーオッケー、倒して、うん、待ってるんだ、待ってるんだビクロが。え、何何、そういうことだね。何何、日本語おかしくない？え、何何、いやビクロが待ってるじゃん。待ってるけどね。うん。あ、私たちが行くんですか？そう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 。いやビクロ取りに行くっていうか。まあやり行きますか。そう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 。やっぱねビクロっていうね最高の瞬間が。何何今日。え、何何、なんか急になんか今日エモいなんかワード入れがちじゃね？なんかエモいワード。何何何。エモいワード入れるじゃん、めちゃくちゃ。え、そうか。どうしたの、泣かせに行くドッキリ今日。違うかな、ほんまに、うん、なんだ、感情ないから泣かないよ。俺やば。いや、感情ないのかよ。あるだろ。なんだ、泣くときある。最近でじゃあいつ泣いた。え、いつだろう。なんか感動な映画見て泣きましたよ。何見たの。いや、え、忘れましたけど。あ、泣いてない泣いてない。なんで泣いた映画忘れんだよ。忘れねえだろって。絶対忘れない。あ、まあ、もう差し上げて言えない。多分結構グロテスクな腹グロテスク。違う。はいはいはい、はい、違う。最近あ、なんか無料で映画見れるなんかサイトみたいなの入って、はいはいはい、見てるんで、なんかもう何見たか忘れました。それ違法アップロードじゃないよね。大丈夫そう。違います違います。あ、よかった。アマゾンなんとかです。あ、アマゾンプライムね。あ、それ、はい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 、やめてよ、なんか無料で見れるサイトとか。確かに言い方危ないよね。なんか本当に。いや最近さ、アッキーの気持ち分かってきて俺。何俺さめちゃくちゃ甘党だったんだけど、うん、最近甘いもん食えなくてさ。いやマジで無理本当に。最近流行ってるあれ知ってる、マリトッツォみたいなやつ。え、知らねー。わかる。あれ食ったんだけど、うん、甘いって甘い甘いってなっちゃって。いやマジで食えない俺本当に。食えない。なんかマネージャーがちょっと近くにスタバあるんで、うん、これ食べますかとか言われても、うん、もうね食べないな俺は。そうだよね、アッキーダメだもんね。あ、マジで。いや甘いのめっちゃ好き。まあまだ JK だもんね。なあな。そうだね、確かに一番好きな時期、甘いもん。あ、折り方教えてください。振り入れないんだけど俺。長押しで。あ、ね、俺降りるにあの割り当てなしなんで、多分降りれないんで。一生ここやん。敵に撃たれるまで降りれません。もう乗ってこっかじゃあ。俺運転するわ。乗ってくわ。やったー、サグキャノンゲット。いいじゃん。ナイスナイス。デカポあげます。デカポ降りれないんだよね俺。敵に撃たれて壊れるまで降りれないんだよね俺。あげますわ。オッケー、じゃあ取るわ。頑張って。取るよ。あ、押して。あ、取れた取れた。もうちょっと待って。こっち来て。あ、つらつらつらで。やばいやばい。もうちょっと。あ、取った。ごめん。ごめん。何これ。俺のとこに。やば。今勝てた。え、マジで。おお。あ、勝てた勝てた勝てた。あれ、当てこすよね。当てこすげえ遠くとんだ。あ、やばい。ああ。マジか。あ、でも頑張ってこっち近くしてくれ。取れるこれ。気持ち。あ、取った。かかかかか。何の時間これ。なんであげんのこれ。ちょっと待ってあれ。あ、でも飲もう。これさ、飲みながら連れてけるのかな。確かに。乗れば。飲めた？はい。行くべ行くべ。まあだからね。あ？どうした？甘い甘い誘惑はないってことよ、俺は。さっきに言いたかったのは。いやでも甘い誘惑っておやつだけじゃなく、いろんな誘惑があると思うよ。で、例えば何ですか？例えばお姉さんからの甘い誘惑？おっと？例えばね、言うとしたら。アナルサーダ。やめとけるか！迷わずドライブ！はい！お待ちさっきからさ、なんかさ、なになに、おやつ仕掛けのワンダーランドの歌詞言ってない？気のせい？え、だって迷わずなんとかって日本語言わないで普通。え、なに、アッキー、え、言ってない言ってない。あ、言ってない。さすがにアッキー、それは
ちょっと考えすぎ、意識しすぎなんじゃない？意識しすぎ、うん、最近嫌になるほど聞いてたからさ、ちょっといやねえ、そんなことない、ないないない、そんなことないならいいんだけどさ、ないよ本当に、そんなの似てるか、うん、ね、めちゃくちゃ似てる、本当、うん、もしかしたらね、無意識に、ごめん、なんかあれか、似てる感じだった、あー、それないんだけどね、全然全然、あきちょっと敵いるから走り出せ走り出せ、今青春やったっけ、あるな、あるな、あるな走り出せ、いざ青春、あるな、な、な、あるよな、多分ありますよ、死ぬ、何をよ、あるな、絶対、何を言ってるのよ、さっきからなんかあったような歌詞あるんだよな、それやばい、これちょっと一回倒そう、オッケー、もうブレない闇でご、あの、ご了承してる、あ、待って、椅子の先が闇だ、今のだらけ、ちょっと待って、やばい、イチゴのケーキで一回かなり補給してるわ、俺ごめん、申し訳ない、やばい、うわ、真っ白、真っ白、真っ白、あー、オッケー、オッケー、オッケー、手休みしてるの、把握ね、手休みしてて、ちょっと音楽にしてくる、椅子の先は罠だらけだから、うん、イチゴのケーキでかなり補給しといて、いったオッケー、これちょっと、イチゴのケーキで補給するだ、やばい、一休みしたら、お、ちょっとオッケー、イチゴのケーキでカロリー補給した、大丈夫、イチゴのケーキでカロリー補給した、目指しスーパースター、頑張って、ブレないエムでなんとか頑張ってるブレないエムでね、ちょっと頑張って、オッケー、ブレないエムはなんとか頑張ってるけど、アンサンブル、アンサンブル、4つのフレーバー一旦すべてやばいな、うん、ちょっと待って、ね、どうにかやれると思う、一回イチゴのケーキでカロリー補給するいや、ちょっともう、ちょっと全部ログアウトしない、一旦あ、できるじゃん、こいつ、ちょっと一旦、ちょっと一旦全部ログアウトしよう、いやだー惜しかったな今の、惜しかったな、めちゃくちゃローじゃん、25、もう、はい、ということで、ね、なんだってアッキーに独自のやつのオリジナル曲の歌詞を言ってみたら気づくのかでした、あー全部言われたで、なおプラスどっちが先に気づくかっていう、あーでもやってましたね、今回はってことは俺の方がやっぱ、いや、私、あの、この画面の向こう側ぐらいから気づいてましたよ、ちなみに俺はもう、あの、今何時のぐらいから、あ、気づかなかった、ちょっと待ってね、今2回目で気づいたよ、ちなみにバレた、もういや、もう一瞬で分かったよ、あ、やっぱさすがだね、ということでね、先にバレちゃったのはアキです、イエーイ、マジかよ、みんなも聞いてね、聞いてね、